あ、もしもし、命の電話でーす。あ、はい。ああ。もうかかってこないのかなと。折り返します。あ、だから旦那さんがいるんでしょ？一緒に住んでて、うん。結婚しようと思ってたんだけど、うん。急に自殺しちゃって。ガックン、マジで？うん？その気配があったわけ？マジ？仕事してたの？彼氏は。してた。で、何？首つったの？そう。まあでも今ね、そう状態だと思うね、あなた自身が。いわゆる何かすごいとんでもない不幸が起きて、それでこう、そうじゃないとガタンって崩れるから。つまり、まあ、もう無駄に気張ってるわけね、今。おそらくそれ長く続いても10日だもん。10日後ぐらいから多分来るんよ、ちょっとずつ打つが。まあまあきつくなったらもう電話するしかないぞ、それ俺に。今の感覚のまましばらくは行くと思うんだよな。ただそれが力抜けてきた時は危ねえな。やばいと思った瞬間電話して。ありがとう。まあとりあえずちょっと、もうその相方が自殺した場合はもうある程度、も俺の場合はもう1日何回も電話していいとは伝えてるから。あ、ほんと？おー、それはまあ、ほっとするけど。ありがとう。はーい。じゃあ、とにかく3日後ね。じゃあね。はーい。じゃあね。15、どうした？いじめられた？え、それも違うの？別れたんですけど。え？彼氏か。まあ、ところが俺がな、恋愛問題が全く相談乗ってなくて、とりあえず別れてヤバくなったらまた電話して。すいません。あ、いいよいいよ。じゃあね。でもね、こうやって一発かけとくだけで、まあこの人たちの安定にはつながるわけね。もしもし。もしもし、命の電話です。お電話いただけると思ってません。ああ、だいたい折り返してます。どういう状況でしょうか？私も双極性2型頭痛を患っております。もう、20年近くになるかもしれません。いくつ年齢？年齢50代です。50代。双うつの場合だとみんなに言ってるのは、一応あなたの軽装であったとしても、そうになった途端に自分が何か悪いなんて一つも考えないんですよっていうことなので、今あなたがどれだけ反省をしても、その反省が全くこの元気になった時のあなたに生かされないんですよね。まず頭で理解する必要があるのは、今私が考えている悩みは何一つ私のためにならないっていう。人疲れをしてて、つまり人と会わないでできるだけ過ごしましょう。それで寂しくなったらどうすればいいか分かります？どうすればよろしいんでしょう？僕に電話してください。それでやってみましょうか。はい、じゃあまた連絡してください。はい、どうもありがとうございました。はい。もしもし、命の電話です。あ、こんにちは。はい、おそらく大丈夫だね、あなた。そうですかね。単純にほら、俺も一日に多分その、受けられる人数の容量が多分決まってんだよね。大丈夫かなと思った人には1分ぐらいで人工蘇生呼吸ぐらいな感じ。またパッて電話してくればいいから、俺に。分かった。はい、 OK。 またね。もしもし。もしもし。ああ、一応電話してみたけどどう？あ、ありがとうございます。はい。今一応大学やってて、近くの。うん。で、大学をやめようと思ってる？やめるにも学費払ってるんでやめられない。正直な話。うん。生きていく。うん。っていう未来があまり考えられない。もう自殺は2回ぐらいやってみたんですけど、失敗。そうかそうか。じゃあ餓死しようか。餓死ですか。うん、食べないっていうやつ。これが面白くてね、これがね、なんか
数日超えてくるとさ、もう食べないことがこう、うん、まあ逆に言うと修行僧も食べないから、うん、こうちょっとこうビジョン見えちゃうかもやばい、やってみたら、あ、そのままさ路上行っちゃえばいいじゃん。自分の一応心の支えは妹だったんですよ。うん、中学校に死んじゃって。なんで？病院行ったら、うん、この薬を処方しましょうねって言われて、うん、本当は大していけない薬を処方しちゃって。なんじゃそれ。でもやっぱその妹さんのショックが多分君傷癒えてないからな。自分が驚きだったのが、その妹の葬式とかでも、うん、なんか涙が出なくて、うん、いやそりゃそうだろ、お前悲しさで超越したらもうそれはもう涙なんか出ないよ。まあとりあえずはその状態でやろうか。でそれが今んとこできてるわけだから、それがまたきつくなりすぎたらまた連絡するっていうことかな。俺にこれを話せる友達がいないの？いることはいるの？いることはいるんですけど。じゃあそいつと俺の三つどもえでやっちゃおうか。ちょっとお母さんにもさ俺の番号を伝えといて。うん、でお母さんに俺の番号を伝えといて、お母さんきつくなったらこいつに電話してって言っといて。もし何かあったらもう一度お電話させていただきます。うん、いいよ、はい、ありがとうございます。じゃあね、はい。